はい、どうもこんにちは。これはですね、あの高校生遺棄事件ってやつですね。女子高3女子遺棄事件、犯人っていうか、まあ犯人、まあ容疑者、まあ限りなく犯人でしょうけど、なんかよくわかんないですよね、夫婦でね。なんであんな状況になったのかっていう感じ。あの夫婦がまずうさんくさいというか怪しいというかね、住んでるところも変だしね。しかもなんか旦那の方とその高3の女子がツイッターで知り合ってやり取りしてたのを、まあ、あの変な嫁がね嫉妬して、まあ、呼びつけてなんでか殺しちゃったっていう、ここがねなんかすごく短絡的というか、なんでそこに至るのかなっていうのがいまいちわからないのと、まあ、なんで旦那が止めれんだって話と、まあ、いろんなことが出てくれば出てくるほど、んってハテナマークが多くて、しかもこいつらが新婚3ヶ月、新婚ほやほやだったっていうのも、いまいちわかんないですよ。新婚ですよね、これはね。で、ツイッターの女の子とは、2年前からやりとりしてたんでしたっけ。まあなんかそんな感じみたいですよね。なので、ちょっとこのね、特にこの嫁の子、朝青龍みたいなね、顔を知ってるじゃないですか。ちょっと僕はね、この嫁をね、少しね、調べたくなって、ちょっと調べてるんです。死体遺棄容疑の逮捕、まあ、文書の方から見ますけど、死体遺棄容疑で逮捕ですが、警視庁は殺人容疑も視野に入れて捜査して、まあ、確実に殺人してるでしょうけどね。かなさんは、翔平容疑者、旦那ですね、ツイッターで知り合っており、その妻である和美容疑者が、泉か、和美かが、トラブルで、に発展したようです。妻の嫉妬が引き起こした凶行なのだろうが、和美って書いて泉なんですね、この。容疑者らが住んでいた群馬県渋川市の自宅の近隣住民は語って、これまた変な家なんですよね。なんか古いボロッチ家なんですけど、知り合いから10万円ちょっとで買ったって言ってますね。玄関がね、ガラスが割れてて、それが粘着テープでね、止めてある家ですよね。泉容疑者がここへ引っ越してきたのはちょうど1年ぐらい前でした。その頃は別の男性と結婚して、2人で挨拶に来たんです。泉容疑者とその夫との間には子供が2人いると聞きましたが、子供の声が聞かれたことはありません。引っ越す前から実家に子供を預けていて2人暮らしだったようです。だからそこら辺もちょっといまいちわかんないんですよ。全部不気味なんですよね。バツイチなんですよね、この泉容疑者ってね。しかしその数ヶ月の泉容疑者は別の男を連れてこの近隣住民に挨拶に来たと。その男性が翔平容疑者だ。なんかね、なんか変わったんですね、男がね。泉容疑者は名字が変わり、名字が変わりましたってのはすごい話ですけどね。と照れくさそうに話していた。印象的でした。あまりに短時間のうちに再婚したので驚きました。まあ普通びっくりしますよね。で、前の夫とは DV がひどかったため離婚したようです。この辺りに住んでいるのは高齢者ばかりで引っ越してくる人も少ないですからね。若い二人は目立っていました。なるほど、DV で離婚してるのに、そういう犯行を起こしてしまうってこと。別の住民、別の近隣住民によると、泉容疑者は暗い性格で周囲との交流を持たないタイプ。自宅からすぐ近くのところにあるコンビニで働いていました。外出する姿はあまり見かけませんでしたし、家と職場の行き来するだけの生活だったんだと思います。しかも見かけるときはピンク色のパジャマのような服を着ていたり、爪も長く髪もボサボサで地味。前髪が目にかかっているので表情もわからず、すれ違っても挨拶したことがありません。コンビニでの勤務中も同じような雰囲気で、会計が終わるとありがとうございましたというものの棒読みでした。いつも元気がなくて何か悩みでもあるのかなと思って。記憶に残っているのはコンビニの制服のネームプレートに書かれた名前がずっとゆで卵だったことです。これがキモいんですよね。なんだったもん。他の従業員が全員名字なのにどうして一人だけニックネームなんだろう。ゆで卵って、ね、びっくりしますけどね。詳しい理由はわかりませんが少し変わった人なのかなと。変わってますよね、その時。一方、翔平容疑者は健康そうで短髪の不良っぽい見た目だった。竜の柄が入ったシャツやジンベエを着ていて、白のオデッセイを駐車場でいじっている姿をよく見かけました。車は四日市ナンバーだったので、随分遠くから引っ越してきたんだなとも思いました。よっぽど車が好きだったからよく車のドア全部開けて掃除をしていました。近所に学校があるのでよく女子高生が通り、まあ、声をかけたり色目を使ったりするような姿は見たことあります。あ、まあまあね。
そりゃそうです。そんなんでね、やってたらね、すぐ騒ぎになります。まあ、これは文春はここまでなんですけど、まあそれ以外にね、このやっぱり僕はこのね、泉容疑者がものすごくちょっと興味があるというかね、小森泉ですね、小森泉容疑が名前、年齢28歳で、職業はコンビニ店員ですか。今群馬県渋川市にいるんだけど、今年で、ね、三重県で暮らしたんですね。そこで離婚したんですね。三重県に転居した、泉容疑者が今年6月頃に今の夫翔平と共にこの渋川にまた戻ってきたと。なるほどなるほど。翔平容疑者が四日市ナンバー、さっきのね、車がね、オデッセイが四日市ナンバーだったことで、まあ三重県でにいた時には知り合って結婚したのかなっていうね。その前の旦那と共に三重県に行った時に知り合ったってことですね。泉容疑者は前夫との子供は実家に預けており、翔平容疑者と渋川で二人暮らし。またそれもすごい話ですよね。実家に預けるっていうのもね。で、まあこの二人の間には子供はいないと。この今住んでる家っていうのは、実家がね、渋川市の家っていうのは、まあすごい変な家なんですけど、これはもっと、その自宅はもともと小料理屋店、居酒屋だったらしいですね。そう、なんかね、確かにね、飲食店どうのって書いてあるんですよね。で、70代男性から十数万円で譲ってもらったらしいですね。まあだから、ああいう家に住むってのもすごいなと思いますけどね。僕はなんか信じられないですけどね。昨年末、この家を和美容疑者に売った70代男性は、人を傷つけるような人には見えなかったと話す。和美容疑者は当時、元夫らとアパートに暮らしていたが、何らかの理由で退去を求められて困っていたという。アルバイト先の経営者が男性の親族だった関係で、使い道がなかった家を十数万円で譲ったそうですね。え、退去を求められるっていうことはね、金払ってなかったとか、なんかそういうことなんでしょうけどね、普通はね。まああとですね、いろんな証言があるのだと、仕事関係の人からの証言だとですね、28日以降、その事件以降ですね、仕事に来てたか、泉容疑者がね、来てたかっていうと、いや、来てないんじゃないですかね、たまに調子が悪いって言って休んだ時もあったんですね、昔ですけどね。あと、昨日30日には、急に用事ができたみたいって感じで、シフトっていうんですか、入ってたらしいんですけど、と。警視庁に職務質問された8月30日でもアルバイトのシフトが入っていたものの、急に用事ができたと連絡が入り休んでいたと。泉容疑者の小中の同級生の証言は、小学校の時に転校してきたんですけど、その頃からなんとなく暗い雰囲気で、あまりクラスには馴染めていないような感じがありましたね。男子からからかわれたりすると、うっせえよと言って声を上げたことが結構ありましたね。彼氏とか好きな人とか浮いた話は全くなかったので、だから親しい人が離れてしまうことが不安になってたと。そういう執着心みたいなものが、そういうことがあるのかなと思った。その割にはね、短期間でね、2回も結婚してるわけじゃないですか。だからそういうところもね、ちょっとサイコパスっぽくて、ちょっとすごいな。まあ夫の方もちょっと気になるんで、夫の方はね、知人が言うにはね、全然おとなしくて、ちょっと丁寧すぎるっていうんですかね、言葉遣いとか事件を起こすような人とは絶対本当に思わない。面接何社か行ってたみたいなことを聞いてるっていうなので、夫はなんか仕事してないっぽいんですかね、もしやね。で、和美の方がちょっと強いのかなって、強いのか、小森容疑者の方が優しいのか、旦那の方がね、喋っているのを見ていて、翔平容疑者の方が優しいんだなと思ってて、主導権握るのは奥さんの泉の方じゃないですかね、と。まあでもそうなんでしょうね。泉容疑者の方が強いからこういう結果になったんだろうなと思うんですけどね。まあなんかいろいろツイッターのコメントいろいろありますね。ゆで卵、いや不謹慎なの分かっているが、それにしてもコンビニの勤務で名前がゆで卵ってと。コンビニ行って名札がゆで卵の人、俺レジに行ける自信がないよ。まあそれもあり、分かりますね。硫酸かけたくなる顔だなとか、こんなんでもバツイチなんだとかね、マジかよ筋肉マン呼ぶのやめろって、まあゆで卵に引っ掛けてね。そうですね、筋肉マンが風評被害、まあそうですね。こ、人生で関わり合いたくない人、めちゃイケに出てた男にして、何でしたっけ、あのいましたね、あのなんか最初から呼ばれなかった男の子ですよね。頭おかしい人だった。まあだから頭おかしいっていうかね、やっぱりちょっとね違うんでしょうね。何かしらはちょっとネジがずれてる人だと思います。なんか、まあ、最近変な事件多いじゃないですか。硫酸ぶっかけたりとか、小田急でね、あの、無差別やったりとか。最近なんか、やたらね、このコロナ禍になって変なギスギスした、ちょっと猟奇っぽい事件が
これも含めて多いなと思うんですけど、やっぱね、犯人、いわゆる一般の人じゃないですよね。ちょっとやっぱネジが外れてるんだろうなっていうふうに思いますけどね。まあ、真っ当な感覚の人だったらやっぱやんないですよね、そういうことはね。イスラムの女みたいに顔を隠して生きるべき。随分老けてる。まあ、28にしては老けてますよね。知的障害者の特徴が出ているなぁと。なんかこの事件を情報を小出しにしてワイドショーの視聴率稼ごうという感じだねと。とうとう殺人事件までネタにしだしたか。まあね、そうです。まあ、そんな感じです。ではでは。